皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、今回も楽しく日本史を勉強しましょう。現在は、明治維新と文明開化、その中でも明治維新と武士の社会の終わりを勉強しておりますが、今回はその中でも、北海道と沖縄、 さらにその中でも北海道について今回は読み進めたいと思います。はい。江戸時代、北海道と沖縄は一部を除いて幕府と藩という江戸時代の政治の仕組みとは別に取り扱われていました。 明治になって、この二つの地域も日本の一部として他の地域同様に取り扱われるようになりました。ということで、まず北海道は、えー、今日学ぶ部分になります。ヨーロッパの一国であるロシアは、10世17世紀東に兵を進め、ユーラシア大陸北部のシベリアを領土としました。シベリアは、 ロシアの中心部から遠く、また農業に適していない土地だったので、開発は中間なかなか進みませんでしたが、18世紀後半あたりから、ロシア船舶の航海が盛んになり、日本人としばしば接触するようになりました。その頃から日本でも北海道沿岸で採れるニシンなどを肥料に用いるようになり、 北海道でも農業に変えた経済的な価値が発見され、本土からの商人の行き来が盛んになってきます。例えば、函館市はそのような商人が江戸時代に開いた町です。また、太平洋側まで領土を広げ、さらに南下しようとするロシアに対抗して、幕府は この地域の調査を始めます。マミヤ・リンゾウはカラフト島、いわゆるサハリンを調査し、それが島であることを発見しました。つまり確認しました。幕府、開国に合わせ、箱館に箱館奉行が置かれています。明治になって政府は 北海道をロシアに近く、また未開発の土地などが豊富にある重要な土地と考え、開拓誌、通称北海道開拓誌を置いて、北海道の開拓を進めます。北海道には兵士として警備、防衛に就きつつ、普段は農業を営むトンデン兵が置かれました。 また、母親戦争で敗北した藩からの移住なども見られました。明治政府も札幌、小樽など都市の建設、鉄道の導入、学校、これは札幌農学校が代表されるべき学校です。そして工場の建設などについて、本土に優先して 予算を配分した例も少なくありません。そう。簡単に言えば、北海道までロシアに取られたくなかったと、そういう危機感もあったかと思います。はい。北海道、開拓が進みます。はい。喜ばしいことです。はい。今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信で、 お会いしましょう。さようなら。